だおい、まだボディチェック終わってないから、早速仕事中だ。大丈夫かも、早速は。じゃあ拍手拍手。はい、出ます。鹿島咲、今日はありのままの自分であなたに勝ちに来た。昨日2試合やって負けて、決勝に進めない
供も成長したなって思ってもらえるような試合したかった。でも子供自身は成長とかいうより肝を断っていう気持ちが強く出て、ああ、葉月が子供を見放した原因ってこれかって、うん、今までのタッグリーグ子供は成長したって思ってた。でも自分で自分の可能性を狭めてる。子供はこういうユニットの仲間から嫌な顔をされる。この自分の実力というか自分自身のプロレスラーとしての人生ちゃんと見つめ直すのがいいと思います。ありのままの自分、このままの自分を持ちながらも強くなりたいと思っていましたが、まゆさんにここまで言わせてしまったのでちょっと考えようと思います。ありがとうございます。赤いベルトを持つチャンピオンに私は挑戦したいと思います。12.29 両国で夢の王者が決する。宇宙一きらめくスターダム。スターダムシンデレラオーディション2022開催決定。プロレスラーになりたいと思っている皆さん、スターダムのリングは自分を輝かせることのできるリングなので、皆さんぜひ一緒に戦いましょう。月額920円でスターダムが見放題。公式動画配信サービススターダムワールド。試合はもちろんオリジナルコンテンツも盛りだくさん。スターダムワールドで検索。女子プロレススターダム公式チャンネル。最新の試合映像から記者会見、生配信、バラエティ企画まで、キラキラ輝くスターダムの今がてんこ盛り。今すぐ登録。